君届けよララララさあ歌うんだ観光情報番組よみたんラジオ。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。4月11日火曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志穂にあります32の工房、その中で101の感動体験ができる場所、体験王国紫村サテライトスタジオから1時間の生放送でお届けいたします。観光情報番組読谷ラジオ、今日のナビゲーターは赤嶺かなえが担当いたします。どうぞ10時までの1時間ね、よろしくお願いいたします。はい、ということで私赤嶺かなえ1週間ぶりのナビゲーターですけれども、この1週間まあいろいろなことといいますかね、まあ、FM を見たお休みしながらね、いろいろなことをしている中で一番、まあ、印象に残っているというか、ちょっとびっくりしたことがあるのでちょっと話していきたいなと思うんですけど、あの皆さんパヒルって使います？パヒルこれ私はちっちゃい頃からすごい使っててですね、うるま市、自分出身うるま市なんですけど、うるま市の子たちは使うと思うんですよ、パヒルってね。これな、意味は何かっていうと、声が裏返ることパヒルって言うんですよあのカラオケとかね、高い音出した時に、あの裏返っちゃった時になんかパヒったねみたいな感じで使うんですけど、でも那覇の友達通じなくて、これが嘘と思ってこれは沖縄全島で、ね、使われている方言なんじゃないかとか、方言なのかもちょっと怪しいんですけど、パヒルって使えますかね。そのうるま市の友達にやっぱパヒルって使うよねって聞いたら、使うよねって言ってたのでね。チューブ、やっぱ具志川とかなんかチューブの人が使うらしい、調べると。だから読谷村は使うのかな、どうなのかなって考えてるとこなんですけど、はい、読谷村の方パヒル使うかなもし使うなら教えてくださいね。パヒルね、私たち的にはすごいね、なんか使い慣れた言葉なんですけど、まあいいでしょう那覇では通じなかったので、チューブのね、特有のね、あのものだと思ってますけれどもね、はい
はい、パヒルは裏返る、声が裏返るで使います。もしよければ皆さんも使ってみてください。はい、ということで、はい、この観光情報番組読谷ラジオはですね、読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声などその他たくさんの情報を皆様にお届けしていく番組となっております。これから10時までの1時間、読谷村情報をお届けしていきますので、どうぞ最後までお付き合いいただけたらと思います。この番組ではですね、メールの方もお待ちしております。メールもね、どしどし、メッセージをお送りしていただけたらと思いますね。後ほどメールアドレスなどもね、詳しく紹介していけたらいいなと思っておりますよ。今日のナビゲーターは赤嶺かなえです。よろしくお願いします。はじめまして。
観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時16分を回りました。ここで皆様にお知らせといいますかですね、お届けしたい情報がございますのでご紹介させていただきます。このラジオをね、車でカーラジオでね聞いている方ありがとうございます。この FM 読谷ではですね、カーラジオで聞くのももちろんですけれども、ネットでねこのラジオを聞くことができます。ユーストリームの配信を行っているんですね。 FM 読谷のホームページからアクセスすることができますので、お時間ある方はぜひね、動画とともにぜひご覧になっていただけたらと思います。それに付随いたしましてですね、無料アプリがFM 読谷にはございます。この無料アプリ、このスマートフォンでですね、 FM 読谷と検索していただきまして、アプリを、無料アプリをねダウンロードしていただきますと、見たい場所で見たい時間にですね、有感 TV をはじめですね、ユーストリームの動画もパパッと見ることができます。観光で訪れている方、読谷村どこ行こうかなって迷っている方、ぜひねこのスマートフォンのアプリダウンロードしていただきまして、このスマートフォン片手にね、ぜひ読谷村の素敵な情報をゲットして楽しい旅行をねしていただけたらと思いますのでね、ぜひ FM 読谷のアプリもダウンロードよろしくお願いいたします。続いてはこちらのコーナー行きたいと思います。読谷なんでも調査団。読谷なんでも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団。さあ今日もこのコーナースタートしていきますけれども、今日ご紹介するのはこちら、ご紹介しましょうね。私も 大好きというか、もう1回行っただけでもう虜ファンになりました。こちらのね素敵なお店の情報ご紹介していきたいなと思います。詳しくはこちらお聞きください。皆さんこんにちは。私は今ザンボ岬に向かう途中にありますおしゃれなイタリアンのお店にお邪魔しております。それでは自己紹介をお願いいたします。外食やクジラのオーナー落合博樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。落合さんにはこの外食やクジラのことをたくさん聞いていきたいなと思ってるんですけども、営業時間って何時から何時までの営業なんですか？午前11時から夜の10時がラストオーダーになってます。あ、じゃあランチもディナーも楽しめるお店ということですね。そうですね、はい、はい。今日はよければディナーについてちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、なんかおすすめの商品、おすすめのメニューありましたらご紹介していただいてもよろしいですか？全部って言いたいところなんですけど、全部の商品が全部うまい店はないと思ってるので今日ちょっと召し上がっていただいたと思うんですけど、はい、うちのお店結構人気があるこの3品お出しさせていただいたんですが、はい、パスタ以外でね、スパゲティ以外で、はい、ラム肉、香草マスタードや、はい、あとは、まあ、ピザですね、あとはムール貝とアサリのワイン蒸しかな、はい、今日その3つ召し上がっていただいたと思うんですけど、はい、いかがでしたか？実はいただいたんですけれどもめちゃくちゃ美味しくて、いや私あんまりイタリアンの行きつけのお店とか全然ないんですけど、もう一回行きたいって思ったぐらい本当に美味しくて、もうなんであんなに柔らかいんですか、ラム肉は。それを言っちゃうとダメなんですけど。ダメなんですか？でも本当に美味しくてびっくりしました。ピザのもちもち感も。そうですね。ピザも生地に結構こだわってるんで、っていうか僕がピザの耳が好きなんですよ。だから生地が好きなんですね。まあソースより生地が好きなんで。生地に結構こだわって作らせていただいてます。いやでもそのこだわりを本当にもう身に染みて感じたご飯をいただきました。本当に美味しかったです。ありがとうございます。よければこの映像を聞いている方に、このご覧になっている方によければ一言いただけますか？そうですね、ランチタイムがうちは11時から5時までずっとランチタイムをやってて、5時からディナータイムなんて、まあ考え方でいうと5時からランチメニューが食べられなくなるというイメージだと思っていただくと一番分かりやすいと思うんですけど、だから昼間も特に夜のメニューが多分召し上がれないわけではないですね。ただ夜の場合一応うちお酒も、まあ、見ていただく通り結構置いてるんで、
お酒を料理を中心にお酒を飲んでいただけたらいいなと思ってます。いいですね。やっぱお酒を楽しみながら美味しいご飯をねいただきつつ楽しい仲間と喋りするのも素敵な時間だと思いますけれども、できればもう一度あの場所の説明、営業時間の説明をいただいてもいいですか。はい、6号線から恩納村へ向かう途中の残波岬入り口を残波岬方面に入ってきていただいて500メートルぐらいかな、500メートル、500メートルざっとなんですよね、はい、右側にあります。で最近ちょっと外に看板もできて夜も分かりやすくなったとは思うの で、昔は本当真っ暗で全然分かんなかったんですけどここ最近でき作って分かりやすくなったと思うので、はい、ぜひあのお子様連れでものお客さんすごく多いんですよ、はい、お座敷もあるので、お座敷で美味しいイタリアンを召し上がってください。ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。今日は外食屋クジラの落合さんからお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の読谷なんでも調査団ではですね、読谷村のその残波岬に向かう途中にあそこにねありますよね、外食やクジラさんの情報をお届けいたしました。ね、はい、もう本当にね家族連れ、お友達、そしてデートにも全てにおいて最適なそんな外食やクジラさんなんですけれども、店内もおしゃれですし、なんかやっぱなんていうですかね、イタリアン料理のお店のなんか良さがギュギュギュッと詰まったそんなお店でございますね。皆さんもぜひお時間ある方ね、あのぜひ遊びに行っていただけたらと思うんですけれども、本当にねいいよ、あのこのね録音でもねご紹介してたんですけど、一つ一つに本当にこだわっていて、ピザもパスタもチキンも全部美味しいびっくりしますよね。ぜひぜひ今日ご紹介したのはねディナーメニューのご紹介をしたんですけれども、ランチメニューもねこちらクジラさん取り扱っておりましてですね、めちゃくちゃお得なクジラランチなどもねございまして、本当にお腹いっぱい食べれてこの値段でいいのかってぐらいね安いランチがあったりとか、やっぱ夜のデートいいですね、美味しいお酒を飲みながらですね素敵なイタリアンをね召し上がっていただけたらと思います。やっぱオーナーの落合さんもねもう言ってましたもん、全部美味しいですって自信を持ってねおっしゃっておりました。本当にこだわりにこだわりをこだわってもう本当にもう良さがギュギュギュと詰まったそんなお店でございますね。私もいただいたんですけど、取材にお伺いした時すいませんね皆さん食べたんですけど、もうラム肉がめちゃくちゃ美味しくてびっくりしましたね。早くもう一度食べに行きたいなって企ててるんですけど、ぜひ皆さん遊びに行ってくださいね。はい、外食やクジラさんぜひもう読谷村でねぜひ美味しいご飯いただいていた、あもう食べに来ていただけたらと思います。読谷村のね瀬名派にございますね、残波岬に行くようにしてね車を走らせると右手に見えてきますのでね、そちらあの遊びに行ってみていただけたらと思います。営業時間がですねランチが11時から5時でディナーが5時から23時、ラストオーダー10時となっております。日曜日も営業してますのでね、年中無休でね営業しておりますので、ね、ぜひ遊びに行っていただけたらと思います。電話番号ご紹介しましょう。予約専用番号ですね、050-5589-4002 050-5589-4002 でございます。皆さんぜひぜひね本当におすすめ、外食やクジラさん遊びに行っていただけたらと思います。やっぱ外食やクジラさんをね食べたいがためにね読谷村外からねもう沖縄の端っこからねでもいらっしゃる方も多いそうですね。ぜひ美味しいイタリアン食べに来ていただけたらと思います。以上今日の読谷なんでも調査団ご紹介いたしました。それでは今日の読谷アーティストの曲ご紹介しましょうね。久しぶりに皆様にお届けしていきたいなと思いますよ。読谷村のアイドルラグーンブルーの読谷ソング皆様にお届けいたします。久しぶりだねラグーンブルー。
はい、ぜひこちらね、聞いて読谷村に遊びに来ていただけたらと思います。こちらお聞きください。誘われて
読谷村インフォメーション、ラジオを聞いて得する、ラジオを聞いて出かける、いろんな情報が盛りだくさんのコーナーでございますよ。今日も読谷村の情報を皆様にね、どしどし届けていこうと思いますのでね、お聞きください。はい、ということで、まあ、先ほどもね天気予報でご紹介しましたけど、今日ちょっとあれ模様というかね、天気がちょっとぐずってますけどね、え皆さんはどうお過ごしですかね。ちょっと雨が降りそうで降らないこの天気ね、やっぱちょっとまあ気分が落ちがちというかね、やっぱり晴れた方が楽しいかなって思われている方もいると思いますが、たまにはねこんな天気もねぜひなんて言ったらいいのかな、自分はたまにやっぱこういう天気があるとね、なんか晴れの日に頑張ろうって気持ちになれるのでね、たまにはいいかなと思いますけれども、はい、こんなね曇り空でもね楽しめる場所なんかをね、いろいろご紹介していきたいなと思いますけれども、読谷村にしかないものというか、やっぱ読谷村外の、まあ、私はうるま市からこの読谷村に来てるものなのでね、このうるま市から見た読谷村っていうのはやっぱり文化を大事にしてるっていうのもそうですけど、やっぱ人と人のつながりがすごい熱い、固い、なんかそんなイメージがありますね。やっぱり、なんだろう、自分のうるま市では感じなかった大人たちのこのつながりがすごいなって思いました。やっぱご近所付き合いがいいというか、なんていうの、なんかそういうイメージがあります。やっぱ地域のためにね、あの全力をかけて頑張ろうっていう、そんなあの読谷村の、まあ、大人たちというか地域の方々ですね、その人たちにすごい自分も元気をもらったり、そんなね読谷村でございますけれども、はい、その読谷村のね情報を届けていきたいなと思います。自分もこの去年の、読谷祭りとかでもね、失礼しました、ザキミのねザキミ坊とか見て、やっぱ本当に文化というかね、この伝承をねずっと受け継いでいるところがすごいなって思ったんですけれども、やっぱ読谷村に遊びに来たのであれば、ぜひ読谷村でしか、まあ、購入できないものというか、やっぱ読谷村で出会ってほしい、そんな、代物そんなお土産のね、情報を皆さんに、届けていきたいなと思うんですけど、読谷のユンタンザ花ウイね、皆様まあ、地元の方は持ってる方多いかなと思いますけど、この機会にねぜひ今一度ねお手に取っていただけたらと思うんですけれども、本当に何でしょうね、自分本当にこの読谷村に出会ってからしか、自分はこの花ウイっていうものがあることを知らなかったぐらいね、この読谷村に来るまでは知らなかった、そんなもう私もね全然情報入ってこないような人間なんですけどでも本当にこの読谷村に遊びに来たのであれば、ぜひ購入とは言わなくてもですね、こちらにねぜひ遊びにというか、この読谷村花ウイのこの過程、できてきた過程とかをね聞くだけでもすごく勉強になると思います。ご紹介しましょう。ユンタンザン花ウイ事業協同組合さんね、読谷村役場の近くにありますね。私も何度か足を運んでるんですけれども、やっぱこのもう、花ウイのね事業協同組合さんのとこにね遊びに行くとというかね、足を運ぶとですね、そのスタッフさんがですね、このユンタンザンの花ウイのことやミンさんのねことをゆっくりとじっくりとお話をしてくれます。もう私もなんですよね、何度もお伺いして、やっぱこんな歴史があったんだって驚くことがたくさんあったりだとか、やっぱり私はちょっと沖縄の歴史が好きで、やっぱ大輝様、一碧大輝のこともちょっともともと知ってたので、やっぱこのねやっぱこの貿易で栄えた時代にね中国から教わったことだったりとか、やっぱ沖縄の人のね思いを伝えるこのねTサジを思い人に渡すとか、そういうやっぱ昔からあるこの愛しい人を思いやる心とか、そういうものがギュギュギュッと詰まったものだからこそ今も残り
残っている受け継がれているものなのかなと思いますね。えこれ一つ一つ手作りで作っておりますユンタンザ花ういね、ぜひもしよければ観光で訪れている方も、ね、足を運んでいただけたらと思います。でも検索でねユンタンザ花ういと花を、お花のね花と、折るって折り込むのね折るって検索ユンタンザン花ウイユミタン花ウイって検索したらねサイトもたくさん出てくると思います、ね、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。本当にね特産品というかね本当テーブルセンターとか全然高くないです。もう結構お手軽な値段で購入できるので2000円しないぐらいで、もう東京やもうあの県外の方、東京って何でだろう、県外の方に本当におすすめです。私はね東京にいる姉にあのプレゼントをしたことがあるんですけど、本当にね何だろう、沖縄の温かさというかやっぱ誰かを思うそんな心がね、ギュギュギュッと詰まった特産品だと私も思うし、なんかどこの市町村にでもですね胸を張ってユンタンザン花ウイすごいでしょって言えるそんなね、ものだと思いますので、ぜひあのユンタンザン花ウイ事業協同組合さんにね皆さんもぜひ遊びに行ってください。本当になんかこんなに教えてもらっていいのかっていうぐらいね、教えていただけるのでね、ぜひこちら情報ゲットしていただけたらと思いますよ、はい。他にはですねちょっと今日は曇り空なんですけど、今日、新報琉球新報さんの方にですねザンパビーチの安全願いの海開きの情報が今日掲載されておりましたよね。はい、読谷村宇佐のザンパビーチですね、先ほどご紹介したクジラさんね、外食やクジラさんからも近い場所にありますけれども、ね、4月2日に、海開きがされまして、本当にねもう4月から沖縄は海入れますからね4月5月6月はねちょっと雨だったりねちょっと天気が、まあ、崩れることもまああるんですけれども、やっぱ夏よりも暑いというよりもあったかいからね、4、5、6、4月、5月、6月はねすごい、まあ、観光で訪れる方も多いと思いますし、すごいあのなんていうんですか、私たち的にも私的にも本当におすすめな季節かなと思います。春の読谷はいいですよね、はい、ぜひ読谷沖縄にね遊びに来ていただけたらと思うんですけれども、やっぱこの記事を読んでいても思うんですけど、本当に、まあ、村長をはじめですね読谷村に愛を持った誇りを持ったね大人たちがやっぱりいるからこそ、この何ですか海開きとかもね、まあ、大々的に行われるじゃないですけど、やっぱね大事にしてるんだなってすごく思いますね、はい。まあ、このねこの記事にも掲載されておりますけれどもね、石峰村長からのお言葉ちょっとご紹介しましょうね。沖縄の素晴らしい海での思い出作りが一歩間違えれば悲しい事故にもつながる、ビーチが閉まるまで安全な、浜辺海をね、レジャーがね行われることを祈願しますと挨拶したということで、掲載されております。やっぱもうね海は本当にまあ楽しいですけど、危険と隣り合わせのところもありますから、ぜひね、観光で訪れている方もですね、あの普通に無人ビーチとかもすごいおすすめなんですけれども、よければあの、まあ、ザンパビーチだったりとかあのちゃんとね、ちゃんとあの整備されている場所に、ね、遊びに行くのをおすすめします。そうすると、ね、設備が整っている場所だったら、ね、マリンスポーツなんかも楽しめますので、ね、事前に予約を取ってでも構いませんし、当日、ね、時間が空いたという時に、ね、予約するのもできると思いますので、ね、ぜひ情報をゲットして、もう読谷村での観光を楽しんでいただけたらと思います。ちょっと今日はね曇ってるから海って感じではないんですけれども、ぜひ晴れた日にね遊びに行っていただけたらと思いますよ、はい。ということで、読谷村にしかないもの、先ほどもご紹介しましたユンタンザン花ウイご紹介したんですけれども、あとはやっぱね観光で訪れている方にはぜひとも行ってもらいたいのが八千文通りですね。やっぱ読谷村といえば八千文ですよね。やっぱ那覇にもね、坪屋のところにね八千文通りあると思うんですけど、やっぱこの読谷村の八千文通りは本当にね景色、あの車を止めてですねちょっと八千文通りを散歩しながらね、自分の好きな八千文を探すというか、見に行くっていうのがね私はすごい何でしょうね味がある
ね、素敵な観光スポットだと思います。いつもね、県外そして、ね、国外から、ね、いろいろなところから、皆さん観光で、ね、訪れてますけれども、本当におすすめですよ。見たのやちむ、なんか見てるだけでなんかなんだろう、まあ、欲しいなって気持ちにもなるんですけど、なんか心があったかくなります。なんか癒されます。なんかこのやちむんのこうなんでしょうね、なんでしょうね温かい感じというか、やっぱ、うん、家に行く欲しいなとか、やっぱお土産で買っていきたいなってそんな気持ちになります。やちむんとかあんまり購入したことない方でもね、おすすめですので、ぜひ遊びに行ってみてください。読みたんやちむん通りね、ぜひ遊びに行ってください。あと一つ私が一番おすすめする読谷のスポットはザキミ城址でございますね。私も大好きな場所です。よく行きます。多分ね、読谷村で、ね、観光で訪れてる中で私はね一番ザキミグスクに登っているやっぱ沖縄の歴史が好きっていうのもそうなんですけど、ザキミグスクやっぱ無料で登れるっていうのと、やっぱりこの、まあ、アポなしっていうかね、もうその日にもうね、あのいきなり行くこともできるしすごいおすすめな場所でございます。ザキミグスク一番上まで登ってね、見下ろしますと本当に綺麗な風景が広がっています。朝日夕日、そしてあの何ですか、もう昼間のあったかい時間でさえ本当に癒しの場所だと私は思っておりますのでね、ぜひ、ザキミグスクも遊びに行っていただけたらと思います。でね、ザキミグスクもいいですけど、海をきれいに見たいよって方は、残波灯台おすすめしております。大人200円で登ることができますのでね、99段の階段を登って360度のきれいなね、読谷村の海浜辺をねぜひご覧になっていただけたらと思いますので、読谷村ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。他にもいろいろ紹介したいんですけど、時間がちょっと入ってきましたけれども、読谷村ね、どこ観光しようかとか今の詳しい情報をもっともっと知りたいって方おすすめしております。キナバン署ぜひ遊びに行ってください。キナバン署に行ったらね、読谷村のもう情報ギュギュギュッと詰まってます、ね、お話ししながらね、ぜひおしゃべりしながら遊びに来ていただけたらと思います。キナバン署も駐車場もあるのでね、ぜひ遊びに行って情報ゲットしてくださいね。以上、今日の読谷インフォメーション、いろいろな情報をお届けいたしましたよ。皆さんも読谷村の観光そしてドライブ楽しんでくださいね。以上、読谷インフォメーションのコーナーでした。連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、
このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップ。レンタカーをご利用の観光客の皆様、レンタカーを借りる際に手渡されるこの沖縄ドライブマップ、皆様持ってますか？たくさんの沖縄の情報がギュギュギュと詰まったそんな一冊でございますのでね、ぜひ沖縄を観光する際はこちらを片手に、ね、観光場所を決めたりね、素敵な時間過ごしていただけたらと思います。やっぱ沖縄ビーチマップであったりとか、いろいろなお店の情報だったりとか、やっぱ本当にね、もう沖縄を旅行するならこれをね一冊持ってるだけで楽しめますのでね、ぜひこちらね利用していただけたらと思いますけども、そちらの22ページになんと 78.6MHz とりあえずカーラジオスイッチオンということですね、 FM 読谷のページがございます。こちらご覧になってですね、読谷さん観光する際はね、ぜひ、参考にしていただけたらと思います。先ほども ご紹介しました読谷ザ花ウイのね、伝統工芸総合センターの話題もこちらで掲載されております、地図も一緒に掲載されてますので、ここ遊びに行きたいなって時にですね、こちらの地図を、見ながらぜひ、ね、参考にしていただけたらと思います。いやー、読谷村本当にいろいろなものがね、魅力のあるものがギュギュギュと詰まっておりますね。ぜひぜひこちら遊びに来ていただけたらと思います。もちろんね、読谷村を観光する際はこちらの FM 読谷 78.6MHz を聞いて、読谷村の情報をゲットしながら、ね、楽しい旅行を、ね、していただけたらと思います。以上、今日のメンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。あら、いらっしゃい。どうしたの？ちょっと疲れてて。あんたが読谷来るなんて珍しいじゃない。仕事で行き詰まっちゃってさ。そうなの？そんな時は観光情報番組読谷ラジオ、それを聞けばあなたの人生変わるかもよ。ありがとうママ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてみるね。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時49分を回りました。さあ、ここでメールが届いておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネームたのたのしんしんさん可愛い名前ですね。ありがとうございます。おはようございます。初メッセージです。ありがとうございます。ラッド好きです。これからももっと聞きたいです。ありがとうございます。ラッドウィップスいいですよね。はい、番組ファイトですということでメールいただきました。たのたのしんしんさん、ありがとうございます。ラッドいいですよね。私も大好きなんですね。いいですよね。はい、ラジオネーム小山中さんからもいただきました。ありがとうございます。こんにちは。アプリから投稿してます。ユーストリーム見てますよ。バイ小山中ということでありがとうございますね。アプリダウンロードしていただけたんですね。いいですね。ありがとうございます。今日も冒頭でご紹介しましたけどもね、FM 読みたんはアプリがございます。無料アプリとなっておりますのでね、皆さんぜひ、どこにいてもどこでもねラジオを聞くことができますので、ぜひ、アプリ持ってアプリをダウンロードして、無料アプリですのでね、ぜひダウンロードしていただいて活用していただけたらと思いますよね。え、ありがとうございます。小山地さんからいただきましたね。ラジオネーム駐在さんで、おー、久しぶりですね。駐在さん、お久しぶりですね、おはようございます。今日は読谷は曇り空ですね。ですね、本当に少しジメジメした天気ですか。カラッと晴れた暑い気持ちで、暑い気持ちで今日も頑張りましょうということでメールいただきました。ありがとうございます。駐在さん、お久しぶりです。本当にね、嬉しいですね。やっぱいつもねこうやってメールくださる方、ありがとうございます。たのたのしんしんさん、そして小山中さんもねメールありがとうございます。嬉しいです。これからも頑張りますのでよろしくお願いしますね。最近では、まあ、先ほどもご紹介しましたけど、本当にね SNS の発達が進んできましたよね。いや、ブログや Facebook、 そして先ほどご紹介しました無料アプリなんかもねご紹介してますけれども、 FM を見たらなんと Twitter もね、アカウントがございます。知ってましたか？
ツイッターよ、ツイッターつぶやくアプリのツイッターでね、FM読谷のアカウントございます。まあ社長の気ままなツイートだったりとか、ブログの情報だったりとかね、取材に行ったお店情報などいろいろねご紹介しております。読谷村のね情報をゲットしたい方はぜひ、FM 読谷のツイッターもフォローしていただけたらと思います。それでね、もしあれだったらね、 FM 読谷へのなんかメッセージとかもねツイッターで反応できるようになったらいいなと思っている所存でございます。やっぱツイッター、私もすごくツイッターいるんですけど大学在学中の時はね、大学よりツイッターの方にいるよねとかよく言われてましたけれどもツイッターね、もうすごい私も、まあ、やり慣れてるというか大好きなんですけどね、ぜひ、観光で訪れてる方もツイッターで FM 読谷と検索していただいて、情報をギュギュッとね、ゲットしていただけたらと思いますので、ぜひご活用ください。さあ、いろいろねご紹介していきました。時間もねいっぱいいっぱいになってきましたけど、4月から読谷村、FM 読谷の広報誌が新しくなっていますのでね、4月から始まった新番組もたくさん入ってますので、ぜひこちらもね、お時間ある方 FM 読谷に足を運んでいただいたり、この紫村にも広報誌ございますので、ゲットして読谷村でね、観光する際、読谷村のラジオどんなのがあるのかなって見ながらね、観光を楽しんでいただけたらと思います。赤嶺かなえも載ってますよチェックしてくださいね。はい、それでは最後までお付き合いありがとうございました。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。それでは皆様、また明日もこの時間にお会いしましょう。またあちゃよー。